怒鳴る人、当たりが強い人が多い職場で働いてます、うん、私自身怒鳴られると頭が真っ白になってミスを引き起こしてしまいます。怒鳴る人への対処法を教えてほしいです。ああ、なるほどね。はい、うん、どんな人への対処法なんですけど、うん、まずちょっと話戻してさ、うん、脳内のゴミどけますと、うん、で新しいゴミ仕入れる量浴びる量減らしましょうよ、うん、それこそイランニュース見んでいいしみたいな、うん、わざわざネガティブ情報集めてこんでいいし、うん、っていうある程度ちょっと健康に戻る、うん、に近づいた、うん、ってなったら、うん、次はそれでもまあ生きてたらそうやってさ誰かに会ってネガティブなこと言われたりネガティブなニュースたまたま見てもったりっていうこれは絶対来るんはしゃあないんで、その時はクンバ博士絶対しましょうと。あ、なるほどね。うん、怒鳴られたクンバ博士、怒鳴られました、それはその通り、怒鳴られました、ケツの穴閉じてください、怒鳴られてまあちょっと怖いとかあるけど、もう頭真っ白にはならないんですよね。頭真っ白は防げる。あ、なんかすげえ言われてる、でも待てよと、うん、っていう客観的な視点をキープできるんですよね、うん、で客観的な視点キープできたらさ、うん、怒鳴ってて青やんってか、うんうん、分かるやん、うんうん、ある程度、うんうん、もうなんで怒ってんのやろとか考えれるし、うんうんうん、あれなんか大変なんかなこの人、ストレスすげえ抱えてるのかな、うん、昨日寝不足なんかなとかまで考えれるやんっていうクンバーガーをね、うんうん、まずは絶対に特に対人関係においてはしょっちゅうクンバーガーしてたらパニックになったり、周りにこうバーンなんか振り回されたりってことがなくなります。あとは、俺のじゃあ、鈍感視点というか。お、まだ当てに行こうとしてる？サイコロ振って。当てずっぽで。いや、ノウハウじゃなくて、はい、その感覚、まだショートコント的なね、はいはいはい、感覚として言うと、はいはいはい、俺結構だから、ね、子供の時からやねんけど、学校の先生とかに、うん、わーって大きな声で怒鳴られたり怒られたりとかさ、うん、みたいなこととかってあるやん、まあ、なんかやって、うん、怒られるとか。あるわね。というか、ずーっと今もそうなんだけど、うん、ものが、怒鳴ってる人ってめっちゃアホじゃない？もうアホよ。めっちゃアホやん。うん、その人だって感覚的になってる。怒鳴らずにはいられないわけよ。確かに、その怒鳴ること、本当に愛を持って怒鳴ることってあると思う。あ、その人のことを、例えば、その人の将来をもっと信じてあげていて、うん、で、タイミングちゃんと見計らって、うん、適切な怒鳴り方。で、その後の方が伝わるから、そういう理由ですね。っていうのは、別にそれは素晴らしいと思うんだけど。それは、その人は別に客観的な視点忘れずに怒鳴ってる。じゃなくて、我を忘れて怒鳴ってる人とおるやん。我忘れ怒鳴りおるよね。で、まず、めっちゃアホじゃないですかっていう。めっちゃアホですよ。え、それ、ちっちゃい時から言うけど、ずっとおもろかったの。はいはいはい。小学校ぐらいの時から、うん、めっちゃ怒鳴られて、うん、なんか、誰か叩いたとかさ。はいはいはい、で、なんかめっちゃ叩いたら、めっちゃ先生にばー言われてみたい、お前はもうなんかそういう暴力なんかみたいな。うん、ブワーって怒鳴られたのとめっちゃ覚えてんだよ。はいはい、それで、叩いたから暴力だって、この人何言ってるよみたいな。で、嫌な子供。嫌な子供。言わへんけど、うん、思ってた、うん。思いながら、例えば中学高校とかだったらさ、先生に、お前ら並べとかって言われて、うん、お前こうやろこうやろとか怒られてる時に、ちょ、もう笑かすなよ。みたいな、まあまあね、男のノリみたいなのあるやん、うんうん、その先生が必死で怒ってるっていうのを俯瞰で見てて、うん、僕らなんかめっちゃ真面目に怒られてるっていうのをなんかこう定点カメラで見てて、うん、でそれでなんかおいおいみたいなやって、うん、ちょやめ笑かすなみたいな、うん、あるやん、うん、あのノリが俺一人でやってるみたいな、はい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 、そのノリを一人でやると、うん、怒鳴られても普通になんかめっちゃおもろなるというか、うんうんうん、まあ、普通にまあいい意味でというか、まあ、バカにできるというか、うん、まあ、怒鳴ってる方が悪いと思うけど、うん、まあ、バカにできるというか、うんうん、だからダメージを負わないんで、うん、その一人でこうやめろっての下りを一人でやるっていうのが、うん、おすすめ、はいはいはい、これちょっと今思いつきじゃない、これはほんまに勝手にやってることだ、はいはいはい、うん、でそのあれっていうのも脳に予約があったらできんねん、あ、なるほど、ね、できるし、うん、すげえ有効な作戦、うん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 、これ、うん、あれが余白がないと、余裕がないと、こっちに。健康じゃないと、もう、怒鳴られてるを、ほんまに、間に受けるというか、すべてを受け止めてしまうから、マジで怖い、俺は悪いやつなんや、ってなる。ああ、なるほど。これ、その小学校の時とかやったらそうだし、ナンパやってる人とかやったらわかると思うんですけど、その女の人に声かけて、うるさいとか言われました。あっち行けとか言われました。キモいって言われました。を、もう、間に、そう、間に受けても、大ダメージ。で、ちゃんとログとか書くようになると、感情を出すようになると、
あ、この女の子すごい、あの、おっさんになる感情的になって可愛いなっていう視点で、はいはい、見れるようになってきましたって報告を受けんねん。なるほど。そういうことやねっていつも言うねん。それもロブ取りというか、その感情、うん。そういう視点がやっと、はいはい、ちゃんと持つ余裕できてきましたんで。はいはいはい。っていうことですよね。なるほど、なるほど。うん。